ミニ FM、ミニ FM とは、電波法に規定する免許を要しない、無線局のうち、微弱電波で、FM 放送の周波数帯を使用して放送する、もののことである。微弱無線局であるため、無線局免許上や、無線従事者は、必要なく、放送法上の放送局でもない。コミュニティ FM、CFM との混同を避け、マイクロ FM と称することもある。 ワイヤレスマイク1個で簡単に解説できるため、児童館や大学生の課外活動、学園祭や運動会などの町の話題や地域のコミュニケーションの場としての実況放送、商店街や町おこしやイベントの会場案内などに使われる。反面、時間的にも空間的に限定されたものであり、内容としては個人または同人の趣味やイベント会場の校内放送の 延長上にあるものがほとんどである。広範囲をカバーしようと単に出力を大きくするならば、第2級陸上特殊無線技師以上または、第3級総合無線通信信以上の無線従事者が管理する地上機関放送局の免許を要することとなる。また、複数の場所から送信するにしても同一周波数を使う限り相互干渉は避けられないので、俯瞰地帯を設けざるを得ない。 このような場合にはアンテナを、ローエイド軸ケーブル、LCX、リーキーコアクシャルケーブルに置き換えて付設する。LCX を施行できるのは、JRA 競馬場でのグリーンチャンネルや、AM 放送の再送信、両国国技館での大相撲中継の再送信、富士スピードウェイ、鈴鹿サーキット、隅の江競定場での実況放送など一定以上の来場者が見込める施設であり、 事業的な見地からもイベント開催時でないと行っていない。また、FM 放送再送信や、非常割込み放送を行う道路トンネルや、地下駐車場があるが、これも LCX によるのでミニ FM の一種と言える。これは遮蔽された空間だからこそ、地上機関放送局と同一周波数で再新、できるのである。地下街のように、広範囲で、ノイズが大きくなると、 LCX では不十分となる。放送派遮蔽対策推進協会では、FM 放送再送信を実験試験局により対処してきたが、一部が地下街の管理会社に事業承継され、この際に地震障害対策中継放送の制度による特定地上機関放送局、通りギャップフィラーに種別変更された。実験試験局には、 第3級陸上特殊無線技師以上の無線従事者による管理を要するが適合表示無線設備を用いたキャップフィラーには無線従事者が不要だからである。いずれにしても無線局の免許を要するのでミニ FM とは言えない。東海道、山陽新幹線、東北新幹線などの鉄道車両内での AM 放送、FM 放送再送信のサービスは 車両単位のミニ FM と言える。開始当初は沿線で地上機関放送局が使用していない周波数を選定したのの新規開局したものと周波数が一致または近接していることがあり受信日照を来すこともある。ドライブインシアターも初期はともかく カーラジオで FM 放送が受信できるようになると映画上映の際の音響装置として使用されることとなり、これもミニ FM と言える。高級的に送信しているものはハイウェイラジオ上野川北関東自動車道ミブパーキングエリアで実施など、ごく一部の路側放送の FM 放送波による再送信及び道路トンネルなどの FM 放送再送などのわずかな例しか見ない。 ドライブインシアターも映画工業の変化に伴い、21世紀初頭には常設施設は皆無となり、イベントとして臨時に行うものしか見られない。一方、インターネットラジオの台頭は、かつてならミニ FM を利用したであろう、企業、団体がこれを利用することとなり、取って代わられた形となった。FM ギグ、ソラトニは、渋谷クロス FM などは、 ミニ FM が主体のように事業を開始したが、実態はインターネットラジオがあるじで、ミニ FM は10あるいは廃止している。個人で行うのも、かつてのラジオ少年が年を重ねた中高年者や、インターネットラジオには手が出せないが放送に興味を持つ、小中学生などしか見当たらなくなった。送信機も、容易に入手できるのは組み立てを要するキットか。 オーディオ機器用アクセサリーの FM トランスミッターしかない。微弱電波とは、電波法第4条第1項に規定する、発射する電波が著しく微弱な無線局によるもので、これを受けた、総務省令電波法施行規則第6条第1項、第1号に、無線設備から3メートルの距離を置いて、電解強度が、マイメートル500マイクロボルト以下のものと1986年、 昭和61年から規定されており、この距離から微弱電波に関わる技術者などは3メートル方と称している。電解強度は出力のみではなくアンテナの形状や設置する高さが総合して関係するので、測定方法が総務省告示として規定されている。この電解強度をダイポールアンテナを使った場合の送信電力に換算すると 50NW となる。 試験場などの設備がなければ、告示の条件による試験は困難であり、微弱無線設備性能証明を行う企業がある。電波法令上の義務ではないが、違法性がないことを証明するにはこれを利用すればよ。1996年、平成8年までは、規則改正の経過措置として、100メートルの距離において15、μV マイメートル以下が許容されていた。 3メートル方と比較すると、自由空間での電波電波特性をもとに100メートルでの値を3メートルでの値に換算した、等価なものに見えるが、実際には100メートルの距離があると、第一反射の影響を無視できず、電波減水量は自由空間でのものより大きくなる。10メートル以上の距離で、第一反射を考慮すると 15μV マイメートルの電解強度となるのは30メートルと計算される。 これは、実用感度が1 0 0ー v ル程度、地上機関放送局の放送区域の電解強度の最低限が2 5 0ー v ルと定義されているのもこのための市販の廉価な FM ラジオでの到達距離におおむね相当する。この微弱電波を超える出力で送信すれば電波法、第110条第1項違反となり総合通信局、沖縄総合通信事務所を含む。 従前は、地方電気通信管理局、地方電波管理局、沖縄郵政管理事務所による取り締まり、刑事告発の対象となる。放送受信の妨害にならないよう、季節の地上機関放送局及びその周辺の周波数を除いて、使用周波数を決定しなければならない。ここで、一般的な FM ラジオの中間周波数、IF は 10.7MHz なので、 ミニ FM の 10.7MHz 上の周波数が使用されていれば、ミニ FM の 10.7MHz 下の周波数のイメージ周波数となり、イメージ渾身となる。2012年、平成24年までは、FM 放送の直上の周波数の90から 108MHz に、V 老体と呼ばれるアナログテレビジョン放送の1から 3CH があったが、 ミニ FM の周波数をどこに設定しても、テレビ放送の映像周波と、音声周波数は、季節の FM 放送局受信のイメージ周波数となり得るものではなかった。しかし、2014年、平成26年より FM 補完放送が、90から 94.9MHz で開始され、95MHz までが、FM 放送の周波数帯と認識されるようになった。 さらに2016年、平成28年よりアイディオの愛称で、マルチメディア放送が開始された。マルチメディア放送の周波数は 101.285714MHz または 105.571429MHz。専有周波数帯域幅は使用セグメント数によるが、最大級セグメントで 3.857143MHz、プラスマイナス1.978571。 メガヘルツである。ここで、ミニ FM の周波数を90.6メガヘルツまたは94.9メガヘルツとすると79.9メガヘルツまたは84.2メガヘルツを中心に、最大プラスマイナス1.98メガヘルツがイメージ周波数となり、これらの周波数で FM 放送をしていたらイメージ渾身となり受け妨害となる。つまり、補完放送の周波数帯を ミニ FM に利用することはイメージ渾身の点から推奨できない。ミニ FM を解説するには送信機とアンテナが必要となる。総務省は微弱電波の範囲を超える恐れがある無線機を一般市場で購入し測定を行い、この範囲を超えるものについて公表する無線設備芝居テストをしている。芝居テストにより 電解強度が基準を超えると公表された機器。中には FM トランスミッターもあり、製造・販売業者は自主回収している。微弱無線マーク、エルプマークは、この状況に対応して民間の任意制度として開始されたもので、微弱無線設備と証明された機器が登録されるが、登録された FM トランスミッターは、ロットアンテナ・アンテナ線などの露出したアンテナがない。 埋め込み構造のものばかりである。これは、主に自動車の車室内での使用を想定したもので、あるが、安易に外部アンテナを接続できないようにして、限界強度の基準を超えないようにすることでもある。一方で露出したアンテナを持つものは、かつては、家電製品メーカーが製造し、販売店で容易に入手できたが、すでに製造を中止している。このような事情から、 一般人が従前のような外部端子を持つ、またはアンテナが露出した送信機の完成品を入手するとしたら、ガレージキットを製造する、ガレージメーカーに相当するような弱小業者自社ウェブサイトで販売するものか、国内外の通信販売サイトに出品されているものしかない。しかし、電開強度は送信機の出力とアンテナの形状や高さが一体となって決定されるもので、 工実のように外部アンテナを接続すれば基準値を超えることは容易なこと、送信機の製造や販売に法規制はないことから基準値を超過すれば製造、販売業者ではなく使用者が責任を問われる。このことは業務用として事業者向けに受注生産するメーカーが存在しないという意味ではなく使用する目的や場所などの使用を明確にすれば違法性のない機器を製造する。 完成品以外の送信機は、組み立てキットしかなく、電子技術の知識がない場合は、製作が難しい。完全に自作するには、PLL シンセサイザーにより安定度が高く、高、セパレーション、ステレオ送信時に左右の音が交わらないのものが望ましい。PLL シンセサイザーで周波数変調すると、PLL の周波数インコミ特性により、 変調波の定域周波数成分がカットされる。PLL シンセサイザーのベコを安定に発信させると、数、μw 数メートル、w 程度の出力となった筐体副射として外部に漏れるとこれだけで、基準値を超えてしまう恐れがあるため、ベコをシールド構造にするか、非常に小型に作らねばならない。高段についても基準値を超えない構造を要する。つまり、 送信機制作の技術的な難しさは、いかに電波を安定に弱くし、基準値をクリアするかにある。送信機とアンテナとの間の接続は、同軸ケーブルを利用するが、一般に送信機の出力インピーダンスは50オームの、ため受信用の75オームより50オームを用いるのが良い。インピーダンス変換は、マッチングトランス、インピーダンス整合機、 または簡易的には25オーム、またはその近似の無誘導抵抗を直列接続にする。不整合損失を減らして許容値を超えた場合、今度は送信出力を低下しなければならないので、インピーダンスを必要以上に気にすることはない。飛距離を稼ごうとして、高利得のアンテナを使用するとしても、送信側に FM 用ヤギアンテナなどの格子構成アンテナを安易に用いたら、 特定方向にのみ電解強度が増大して基準値をオーバーしやすなる。これはサービスエリア、つまりどこまで確実に聴取できる範囲とするかに関わる問題でもあり、例えば施設の構造により一部に俯瞰地帯ができるのを承知の上で複数の場所にアンテナを設置する臨時のイベントでアンテナではなく LCX を使用するなどの判断につながる。ところで、 限界強度の測定方法を規定した告示では、非測定機器を高さ1.5メートルの台、ただし、アンテナの下場が地上高0.5メートル未満となる、時は下端を地上高0.5メートルにおいて測定するものとしている。このことは、エルプ、マーク機器をビルの屋上や柱など高所に設置して、地上高1、5メートルに設置した場合より、 遠距離で受信できるようにしても違法性はないと言える。ミニ FM を開設するにあたり、トンネルや駐車場、または競技場や展示場などの高級的な施設、スポーツ大会やドライブインシアターなどの行事であれば、専門の試行業者やイベント業者によるが、冷細な団体や個人で技術的な支援も得られないのならば、むやみに送信機の出力やアンテナを大きくするのではなく、 違法性のない機器をいかに見通しの効く場所に設置するかが重要になる。受信設備についての法規制はないためだかりくのアンテナを使用するのが有利ではあるが、市販の FM 放送用アンテナは携帯するには大きすぎ取り扱いも不便なので、聴取者にラジオばかりでなくアンテナまで準備を呼びかけることは現実的ではない。むしろ、イベントによってはラジオをレンタルすることも必要になる。 免許不要であってもミニ FM は無線局の一種であり、電波法第82条により、ミニ FM の電波が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その障害を除去するための措置を取ることを命じられることがあり、総務省職員により検査されることもある。また、次のようなことは、電波法第9章の罰則の対象である。 ミニ FM であっても著作権法の対象となるため、著作物を無断で送信することは、同法の例外規定によるものを除き、違法である。NHKFM が全県に普及し民放局が、東京、名古屋市、大阪市、福岡市に開局した1970年代にも、類似の事例があったと言われるが、散発的で詳細は不明である。送信機の市販品もなく、 工作少年、ラジオ少年と言われた年少者が、ラジオ雑誌を見て制作した、送信機を用いた、制作後の余儀と言うべきものである。ただ、1970年代末頃には、雑誌の広告にもトランスミッター、送信機の完成品が見られるようになる。1979年、昭和54年2月には、八王子市で最大20ワットの出力で送信していた。 FM 西東京、CFM の FM 西東京とは無関係が摘発された。同年7月25日号のポップイには100メートル放送局の面白い使い方という記事が掲載されている。これが一般人の字幕を引くようなカルチャー誌に取り上げられた走りであろう。1980年、昭和55年には大阪芸術大学の学生が ミニコミ FM 放送サークルと称して活動を始めた。1982年昭和57年8月には音楽プロデューサーの上野義美が港区青山のキラー通りにキッズを立ち上げた。これがミニ FM の講師昭和57年8月5日スポーツ放置とされることがある。これはロックバンド CCB がこの壺の企画で生まれたからで 商業的な側面を捉えてのことである。県域民放局が開局し、評論家の小川哲夫が自由ラジオを提唱した1982年から1984年、昭和59年頃がブームであった。ラジオ雑誌のみではなく新聞、テレビ等のマスメディアに取り上げられたり、書籍、ミニ FM 全国マップ、秋処防1986年が発行され128曲が、 掲載されているが、日本全国で2000曲はあったとも書かれている。この中にはネットワークを組んで、カセットテープに録音した放送素材を交換し合った者も,もいる。さらに、電波を通して、他のつぼねとの連携を試行した者も,もいて、大阪市及びその周辺では、ピーク時の1990年、平成2年頃に番組を直接中継したり、相互に、 更新を行えるつぼねが60曲、1981年、昭和56年、1999年、平成11年までで、延べ165曲存在したという。あとの CFM、臨時災害放送局や大規模なイベントに開局する、イベント放送局は、この発展型ともいえ、ミニ FM に携わった者が開局した例もある。1985年、 昭和60年9月には東京都港区の海府務が摘発された。これは電波法違反を公言したため行政指導にも従う見込みもないと関東電気通信管理局が警視庁に告発したからであるが目に余るものに対し一罰百回の効果を狙ったと言われている。なお海府務摘発の報道の中にはミニ FM 局は全国で300以上と書いた新聞記事 もある1980年代後半からは、主要都市での民放局複数化や1992年、平成4年の CFM 登場による FM 受信の選択肢の増加、1988年、昭和63年の微弱電波の電解強度の測定方法の明文化、 や1996年の規則の経過措置満了による規制強化などにより曲数は減少した。1991年、平成3年には映画、波の数だけ抱きしめてが公開された。1982年の神奈川県の湘南海岸を舞台にミニ FM の解説をテーマとしている。1995年、平成7年の阪神、淡路大震災では、 神戸市長田区の FMYY よび全身の FM よぼせよ、FM 有面がミニ FM による多言語の生活支援放送を行い話題になった。1996年、平成8年に FMYY は CFM となった。西宮市の FM、ラルースも同様な事例として知られ、1998年、平成10年に CFM の桜 FM となった。 2006年、平成18年から翌2007年、平成19年にかけて、高知工業高等専門学校が、四万都市で FM ラジオを用いた、防災情報伝達システムを実験した。川登り集落に送信機を設置し、高知県防災システムのホームページから、四万都川上流にある、観測地点の情報をダウンロードし、音声に変換して放送するというものである。 半径 1km 程度の集落であるが、送信機1台では、最大でも半径 80m 程度しか到達せず、特定省電力無線を中継機として利用し、複数の送信機で受信範囲の拡大を図ったと報告。されている2006年にはまた、京都市の FM ギグが、近畿総合通信局から電波法違反を指摘され、送信を停止した。その経緯が公表。 されており、貴重な事例報告である。FM ギグは、以後インターネットラジオに専念している。2011年、平成23年7月には、日野市のアパートから無免許で最大 42W の出力で送信していた、会社員の男を、関東総合通信局が告発し、警視庁が現行犯逮捕、身柄送検している。男は、 関東総合通信局から二度も警告されていたが、これを無視して、送信を続けていた男はまた、ジョート FM モムサというコールサインを用いていたが、1990年代の練馬区在住時から、ジョート FM と称して送信していたと言われる。ジョートは、NHK に指定されるものとされ、第一放送に指定された事例はあるが、ジョート FM として、FM 放送に対してはない。 これについては、日本の放送局所の呼び出し符号を参照。2013年、平成25年には、無線設備芝居テストが、2015年、平成27年には、エルプマークの登録が開始された。これらにより送信機と、アンテナにあるように、一般人が、ミニ FM 用の機材を入手するのは、従前より困難になった。2017年、 平成29年にはアニメーション映画君の声を届けたいが公開された。舞台は波の数だけ抱きしめてと同じ湘南だが時代は21世紀。2001年から2005年にかけて定期的に放送が行われていたという設定である。2001年、平成13年に特定省電力無線局の用途の一つとして視覚障害者の音声アシスト用に 周波数 75.8MHz、出力 10MW が制定されたが、全く普及していない。情報通信研究機構は、2010年、平成22年にこの規格をもとにして災害時に、小学校の校区程度をサービスエリアとすることを想定した装置を開発、技術基準的合証明を取得し、到達距離を検証すると発表した。実験用装置は、 未来技術研究所が製造し、同年中に技術基準適合証明を取得している。2012年、平成24年には、この装置を用いて、東日本大震災復興支援のフィールド試験を実施した。特定省電力無線局であるので免許や資格は不要、外部アンテナも接続でき、周波数が FM 放送帯の直下にあるので、 PLL シンセサイザーを使わないカニーナ、FM 受信機なら受信できる。ただし30秒以上の連続送信はできず、キャリアセンス、同一周波数の電波を受信すると送信を停止する機能を搭載することが義務付けられているので、一つのつぼねが送信すれば、そのサービスエリア内では他のつぼねは送信できない。中波で深幅変調して送信すれば、 ミニ AM となる。中波を FM 放送の VHF と比較するとという特徴がある。送信機は電子ブロック等の電子回路学習キットや自作回路で組み立てることができるため、1970年代の小学生の間では電子ブロックのブーム時に使われる傾向があったが、トランジスタの発信回路に直接に変調をかけた高周波増幅を持たない回路であったため実用性は、 乏しかった。ミニ FM より、事例は少ないが、境港市の水木しるロードで、期間限定で行われた、妖怪ラジオがこれである。この送信機は駐車場や店舗など、強小な範囲の、放送装置としても利用されている。また、概要に述べた道路トンネルや、地下駐車場で、AM 放送再送信や割り込み放送を行う、ものもあり、八重洲地下街や、 川崎やゼリアなどの大規模地下街、札幌ドームや名古屋ドーム、都営地下鉄でも AM 放送を再送信している。これらの施設内や車両内への副車という点ではミニ AM と言える。ミニ AM は中波を用いるので、トンネルなどの施設では誘導線、または螺旋同栄導軸ケーブルによることができれば、出力を大きくしても公衆張り用設備とすることができる。 この場合、高周波利用設備許可上を要するが、無線従事者は不要である。a m においてもこれらの施設が遮蔽されているから、地上機関放送局と同一周波数で再送信できるのであり、都営地下鉄の高架部では実施していない。なお、路側放送は 10W1620kHz または 5W1629kHz。 と微弱電波より大出力で送信するため、警察または、ネクスコなどの道路管理者が特別業務の壺根の免許を取得し、第2級陸上特使無線技師以上の無線従事者による管理により行うもので、ミニ AM ではない。テレビ電波を送信すれば、ミニテレビとなるが、機材の調達が比較的難しく、サービスエリアも狭い。 地上機関放送局の送信波は 6MHz 幅のアナログ方式では残留側破体であるのに対し安価な UHF トランスミッターの送信波は 9.5MHz 幅の両側破体のものがあるので放送チャンネルの隣接チャンネルを使用すると放送受信を妨害してしまう可能性がある場合によってはスプリアス波によりとなり接チャンネル以降も妨害してしまうこともあるので 事前に放送受信に影響を与えないか確認し、問題があれば対処してから送信しなければならない。なお、VHF 送信機による隣接チャンネルへの影響は、UHF のものより小さい。これは、同じ 6MHz 幅であっても、比率として見れば周波数が低いほど、相対的に離れており、テレビ受像機内部の同調回路の減衰量のより、 大きい帯域を通過することになるかである。あまりにも稀有な存在でかつテレビの通常のプリセットチャンネル外で送信され、デジタル方式のテレビにとっては妨害電波となるため気がつかれない場合が多い。2007年に富士通がスポットキャストと称する微弱電波を利用したワンセグ配信システムを発表した。受信可能な距離は送信アンテナから、 数センチメートル2メートル程度である。2011年に富士通は販売を終了したが、同様の機器は他社から民生用として販売されている。ワンセブ配信の延長上にあるのがホワイトスペースを利用するエリア放送である。2012年4月に制度化され、地上一般放送局として免許される。地上一般放送局は適合表示無線設備を用いれば、 無線従事者は不要である。エリア放送は、フルセグも可能な地上一般放送で、地上機関放送より規制は緩やかであり、個人による免許申請も、制度上は不可能ではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。